はい、どうも、アイリスラーメンの山口です。本日もアニメ感想動画やっていこうと思います。本日のアニメは、転生したらスライムだった件第65話、閃光の勇者でございます。ネタバレを含みますのでご注意ください。では、やっていきます。はい、65話、閃光の勇者ですね。漫画で言うところの第24巻。その内容になっておりました。で、今回のね、65話アニメ、どんな感じだったかというと、最初にね、開国祭3日前ということで、幹部たちがね、集結して、いろいろとお話をしていましたね。ミョルマイルの紹介とか、近況報告、さらには、3日後に開催される開国祭について話していました。リムルたちのいるね、会議室っていうんですかね、そこでねモニターを使ってねしっかりと分かりやすくミョルマイルが解説、説明していましたね。でミョルマイルめちゃくちゃ喋ってましたね。多分途中ねアドリブとか入れたりちょっと面白い本当になんか本当の会議本当に喋ってるみたいな感じで、アニメの喋り方ではなく、本当の会議での喋り方みたいな感じでね、やってたので、非常にいいなと思いました。やっぱ、ミョルマイル、いいよね。ミョルマイルの声優さん、素晴らしいです。このね、第3期の、第2部から、かなり活躍しているキャラクターなのでね、今後も期待が大でございます。で、まあ、開国祭ね、漫画の方の感想でも言ったんですが、食べ物とか、無料で提供するって、もう本当に、ベニマルも言ってたんですけど、大盤振る舞い。すごいよね、これ。招待状をもらった人、テンペストに訪れた商人、あと冒険者。もうほぼ全員だよね。なんか、ダメな人とかいないかな。なんかね、この後のネタバレになっちゃうけど、なんか、その、無料で食べられるやつを持ってないと、ダメみたいなことなかったっけ？なんかね、自由学園の子供たちになんかリムルが渡してたような気がするんだけど、これを見せれば無料で食べれるよみたいなのを見せてたと思うんだけど、まあそういうものがある人のみが多分無料で、お酒やら食べ物やらを提供、食べれるんじゃないかなっていうふうにね思います。でもすごいよね。さすが魔王でございます。で、その開国祭の説明のところで、ベルドラの、偽名の鉄板焼き屋ですね、もう登場してましたね。ベルドラ、本当に屋台とかにいるアンちゃん、いや、まあ、ヤンキーではないか、アンちゃんたちの、もう兄ちゃんたちの感じで、めちゃくちゃいいなと思いました。で、この間ね、池袋で開催されていた、テンペスト開国祭 in 池袋、ここでね、ベルドラの偽名の鉄板焼き屋の焼きそば。イフリートのせみたいななんか紅生姜がいっぱい乗ってるやつ、それね過去の動画見てもらえばわかると思うんですが食べました。めちゃくちゃ良かったよ。だからこのねちょうどアニメでやっているところで、現実世界でもそういったイベントがあるっていうの非常にいいよね。ファンからしたら本当に最高な思い出でしたよ。偽名の鉄板焼き屋のそのなんか焼きそばが入ってる器、まあ、使い捨ての紙皿みたいなやつなんだけど、そこにシールがね、貼ってあったんですけど、それもね、普通なら捨てるものなんですが、僕はね、シールをきれいに剥がしてね、今も、ちゃんとコレクションとして取ってあります。これもね、見ただけでね、なんか一気に思い出が蘇るなと。めちゃくちゃ熱かったなという思い出がね、蘇りますね。だからね、本当、池袋で開催されていた、テンペスト開国祭、あれ、まだまだ続いて、1ヶ月ぐらい続いてほしいなって思うんだよな、本当に。外だったので、室内で、なんか本当に1ヶ月間、その、どっかの施設の、一つのスペースだけ借りてやってくれればいいなって思うんだけどね。まあ、2日間か、開催してたので。だからちょうどぴったりアニメの内容だからさ、で、ね、偽名の鉄板焼き、
すごく良かったので、いやーこのシーンもちょっと見れて嬉しいなーって、今回の第65話で思いました。でその後の流れで言うと、ダンジョンのボスとかなんかいろいろとね、まだね整ってない部分とかがあって、それをどうするか、ダンジョンのボスをどうするかと、で推薦としてランガがクマラ、クレイマンのところにいたヨーコ、クレイマンはナインヘッドって呼んでましたね、のクマラを推薦しました。めちゃくちゃ声かわいい。もっとなんかよちよち言葉、赤ちゃん言葉で喋るのかなと思ったけど、しっかりと喋っててすっごい可愛かったですね。まあ第2期の、2クル目のね初登場のクマラですけど、その時もなんか助けてとかすごい喋ってましたよね。で今回しっかりと、会話とかしてて、で名前もねいただいて、クマラ、クマラね、クマラ、クラマとかって間違って言いそうなんですが、クマラ、簡単なね覚え方としてはクマ、キツネですけどクマって覚えて、あとはラをつけるだけっていうね、僕そういう覚え方してます。あの漫画の方でね、なんか多分クラマって言っちゃってたのか、もしくはクラマの方がなんかぴったりだよねみたいな勝手な想像をしてたつよ。なのでそれをねなくすためにクマラの覚え方をね、クマとラをつけてクマラだなっていう覚え方をしています。ぜひね皆さんも間違えないようにしましょう。クマラです。今後多分活躍するのかな、漫画しか読んでないので、原作は読んでないのでわかんないんですが、多分活躍しそうなキャラクターだと思います。で他にもシュナとトレーニーさんも推薦してたんですが、漫画の方だとしっかりとその推薦した、人物紹介されてるんですけど、アニメはちょっとその部分はカットされていましたね。ただ2人の、推薦も受け入れようみたいな感じに言ってたので、まあその推薦枠は変わらず、あのキャラとあのキャラなんだなっていうのが、漫画を見てればわかると思うので、まあそこはね変わらないんだなっていう感じですね。でこのね残りのキャラクター、残りのダンジョンのボスにふさわしいであろうキャラクター、シュナとトレーニーさんが推薦したキャラクターは、ネタバレになってしまうのでアニメ勢の ためにも言いません。はいね、もしどうしても気になるっていう方がいたら第24巻を読んでくださいってことですね。で、ここからですね B パートっていうのかな、後半パート、やっとねタイトルの、先行の勇者、正幸が登場しました。声優さんは松岡義継さんでございます。義継めちゃくちゃいいね。というかね、やっぱ松岡さんだとなんか主人公感もあるし、なんかねテンスラじゃない別のアニメが始まったかのような感じも、でも新キャラだらけだったしね、視点が、正幸視点だったので、もう別のアニメが始まったんじゃないかっていうぐらいね、一気にガラリと変わりましたね。あとねユニークスキルの選ばれし者がチートすぎて、やっぱりそこの部分も、別のアニメの主人公感が出てて非常に良かったです。はい、なんかねリムルが主人公なんだけども、やっぱり正幸も主人公としてふさわしい、主人公になれるぐらいの、スペックを持ってますので、すごくね面白いなと思いましたね。漫画でもすごく面白かったです。でこの正幸のなんか回想シーンっていうか、正幸が、異世界に転移してから今までの話、オルトロスを、壊滅させるところまでの話、これも漫画の通りかなって、ほぼ漫画の通りで進んでたので、そこもね漫画先にね読んでるんですけど、まあスラスラと、アニメを、違和感なく見ることができました。であとはなんかねツイッター X とかいろいろと話題になってるんですけど、正幸がその転移、この世界に転移する前に見た青髪黄色目の美少女、あれがなんかあのキャラなんじゃないかなっていう考察
が非常にされてて、でいまいち僕はその考察の、ね、キャラクターやら誰なのかっていうのが、あの原作の方を読んでないのでわからないので、あんまり詳しくは言えないんですが、まああのキャラなのかっていう感じでね、あの X とかで流れてくるそういう話題とかは、見ています。はい、そんな感じです。まあ言われても誰だかわかんないし、多分今後ね僕が原作の方を、読むってなったらまあわかるんじゃないかなっていう感じですね。で、あとはね、何話そうとしたんだ、結城神楽坂、結城ですね。結城が、その、結城の声優さんが花江夏樹さんで、その、正幸とよく喋ってるシーンがあるので、そこがね、なんか、鬼滅の刃、炭治郎と伊之助、二人とも声優さん一緒なので、炭治郎と伊之助だなとか思ったり、最近やってたのは、月が導く異世界道中、ここも、ちょっとね、キャラクターの名前は忘れちゃったんだけど、主人公の三角誠ともう一人なんかギルドマスターの名前忘れちゃった、なんか2文字 ルリみたいな、なんか ごめんなさい名前本当に忘れちゃった、なんだっけな。まあね、そこも2人ともね同じ声優さんなので、なんかこの2人、花江夏樹さんと松岡良嗣さんのペア、ね、よく出演しているので、なんかいいなと思ったりしました。なんかそのアフレコ現場とかでもなんか あんのかな、なんか非常にそういう裏話とかも気になりますよね。で、あとは先ほど言った通りオルトロスの壊滅、オルトロスはと奴隷商人、奴隷のなんかそういう、奴隷をね商売に使っている悪い組織ですよね。で、その話もその漫画の方ももちろん先ほど言った通り、漫画もねアニメで見た通りの内容、ほぼ同じ内容で進んでいて、でその裏の内容、 スピンオフサイドストーリーっていうのかな、で、魔国暮らしのトリニティ、こちらでね、少しだけ、少しっていうかまあ結構詳しくやってるか、まあ、裏側の話なんですが、トリニティに登場するねフォスたちがいろいろとオルトロスとなんか一悶着あったりいろいろあったりしてるので、オルトロスについても詳しく知りたい人がいたらそちらの方を読んでください。トリニティの方を読んでくださいと。で、あとはね、正幸こうやってね、あの英雄だ英雄だすごいやって勇者だってなんかいろいろと言われてますが、で、さらにね、あの思い通りっていうかいい方向にしか進まない、幸運値がすごいっていうのかな、でそんな感じのもうチート能力、それにね振り回されているんですが、これね正幸だからいいなって思うところがあって、この能力に振り回されて困っている、そこで終わってるんですよ。あのね、ほんと悪役とかダークヒーローとかだったらこの能力にね溺れていろいろと悪さしそうな感じがするんだよね。でもそういうことをせず、まっすぐに本当にやっぱ選ばれし者に選ばれるっていうだけはあってね、正幸とてもなんか心からいい青年なんだなっていうのをね感じました。はい、という感じでございます。で、次回がなんか66話ではなく緩和で、ルミナスメモリーズがやるそうです。まあテンスラは結構緩和が多くてね、緩和外伝、何点5話みたいなそういうのが多いので、あ、このタイミングでやるんだなっていう感じで思いました。で、ルミナスメモリーズちょっと気になりますね。ルミナス視点でまあ、過去を振り返るっていう感じですかね。どこの内容を振り返るんだろうか。もしかしたら皆さんが期待しているそのルミナス側、まあ、日向側と、リムル側が和解しましたよっていう時に、まあ、和解のなんか宴みたいなのをやっていて、そこがね結構カットされていたので、その部分とか触れてくれるとちょっと嬉しいんじゃないかなっていうふうにね思います。はい、という感じで本日は転生したらスライムだった件第65話先行の勇者の感想動画でした。
ご視聴ありがとうございました。